油ゼミで。5日午後5時過ぎてるんですけどもね、もう暑くてね、昼間はもう畑には来れません。なので夕方やってくるようにしています。それでは畑を見ていきましょう。これね、相変わらず青じそが強いんですよ。はい、こんな感じになりました。コナムっていうのがあるんですよ。でまたこれもね、青じそにね隠れてるので、青じそを抜けますですね。百日草は青じそによりも背が高くて負けてないですよ。これがね、マリーゴールド。このフレンチマリーゴールドというのと、あのアフリカンマリーゴールドというのがありまして、アフリカンマリーゴールドというのは背が高くて切り花用なのですよ。大きい花が咲くんです。これ咲いてますね。これアフリカンマリーゴールドです。元気よく咲いてます。おじさんに負けてないですね。え、また影に隠れてしまいましたね。下の方にあるんですよ。これも雑草を抜いていきましょう。影にね、どうせもなってしまいますね。ここね、後ろのね、これがコスモスなんですよ。これが強いんですよ。世のニゲラがあるんですよ、ここに。これもね、青じそを抜いてしまいましょう。ニゲラがね、ちょっと出てきました。出てきました。1個咲いてます。もう抜いときましょうか。ここにね、ナスターチウム奥の方で咲いてたました。このね、百日草の影になってしまってますけどね、咲いてました。ニゲラの種ですね。これちょっと見てみましょうか。これですね、これがね、ニゲラの種でした。今日はね、これを買ってきたんです。ランタナを4種類、1鉢ね、250円でした。
収穫です。